僧侶っていうのは仕事でもなく生き方なんだっていうことを教えてもらったことがあって、考えることが大事だと思います。なんか考えることをやめたら本当にロボットというか、心の部分っていうのが大事で、生きてる我々が持ってるもので、そこを大切にして生きていかないといけない。農業ってこんなに人と人とを結びつけるというか、正直その自分が農業を継ぐ前には想像していなかったことなので、そういった人と人とのつながりで、自分もいろいろと刺激を受けたり、調布の深大寺でパン屋をしています北川ベーカリーの北川桂です。うちもね、だから駅から遠いし、もう住宅地なんで、やっぱりご近所さんが結構お客さんとしては多いんですけど、もう本当に普通に住んでる方とのつながりがいいなとは思います。うん、実社会とつながってるっていうことは、やっぱりそれなりにやっぱり緊張感がある。うん、その緊張感で得たものが、また自分の地域活動の中のどっかのところにこの、感覚としてつながってるということで、本当に第二の人生を自分なりに懸命に動いてるっていう感覚は確かにありますね。はい。